日蓮聖人四宿の銅像報復寺は、新潟県長岡市寺泊にある日蓮州の寺院である。3号は寺泊山。九本山は京都明閣寺。電子放園。自伝によれば天平法寺元年頃、越前国の大長が原型大南方の山頂に改装したのを起源とする。当初は北家道と合していたが、いつの頃か北家寺と合するようになった。 公認3年、最長が寺泊まりを訪れ、天台州に改修される。文永8年10月21日、佐渡へ入るされる日蓮が、途中の寺泊まりに到着する。この時、日本海特有である冬の海風が強く、佐渡へ渡ることができなかったため寺泊まりに投留した。この間、時の北家寺住職が日蓮に愛心服し、自らこいて弟子となり秘伝と改名。 日蓮を解散と仰ぎ、報復時の事後をいただいた。なお、東流中、日蓮は寺止まり五章を十作するが、これに用いた水を汲んだ井戸が今でも枯れずに残っており、り水の井戸と名付けられ大切にされている。文岐元年4月6日、火災。山頂より、現在の活動拠点である中原へと道具を移転する。永章七年、永章の乱で戦火を浴びる。宝永三年、 日蓮が投留された土地が、石川家より、寄進去る。漢方二年、この頃の村間に、祖師堂。長三軒藩、横三軒藩、宝福寺境内に、小座校とある。官永四年四月二十七日、祖師堂を累章する。官政八年六月四日、山崩れにより本堂損壊する。文化元年、この頃成立したと思われる、風土記に、客伝、栗。 万神堂、石鳥居、稲荷社、主郎、北家堂跡、松、薬井門などが、報復寺にあった、と書かれている。文政7年12月、両館の妹村氏死去。報復寺墓地,墓地へ埋葬される。慶応4年5月、水戸脱藩兵、忍義春死去。報復寺墓地へ埋葬される。明治5年11月11日、累将、道羽が、怪人にキス。 以下は、本堂西南方に位置する、飛び地境内に所在。日蓮宗は、昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末寺と呼び名わしている。ありがとうございます。